結局か、その、テレビゲームなんてただの光線の点滅だろう。その感覚こそがあるエハ。王の権威、それに逆らう意向の帰結、ではあるのだが。しかし、それの行動とは？つまり今の、新型コロナウイルスに立ち向かわんとする意向、そのもの、ではあって。このウイルスは、体内で歯、病原菌扱いにさえなっていない、という。問題行動だ、そのフラグさえ立っていない。人体にとっては、あっても問題ないもの、として認識？人類は、この挙動に対して立ち向かおうとしているわけで。理解としては全く、大賀さん、その決定に対し、立ち向かう人々、という図式ではある。石田純一氏まで罹患してしまった今、なんだか性格は割とはっきり、見えた感覚はある。罹患しないようにするには、今までのような、犠牲は必要なんだ的な価値観には、否定を。